はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。右側ですかね、全体的に。右側だけです。はい。こうやって失敗して、セーフティーバーがあったんで、はいはい、下には折れなかったんですけど、こう、力をこう入れようとした時に、ここが、痛くなったんです、はい。で、その後もずっとこう、痺れが続く感じで。なるほど。はい。うん、当初は、最初の、数週間ぐらいは、こう、痺れていて、はい、はいはい。痺れは、今はないんですけど、はい、ただ、慢性的に張りが続いているというのは、今までです。今も。はい。うん、OK です。やっぱり張り手が引っ張られてる感じはやっぱり筋肉ありますね、うん、高さが若干こう違うんですよね。右の方が後ろにこう肩甲骨のライン見た時にはちょっと内側に入っちゃってるんですね。で、1番が少し動きづらいのでこれはちょっと問題としては置いとくといいかなと思いますね、問題なさそうですね。ちょっとやっぱこれが引っかかりますね、後ろ側に行きづらい。左側もちょっと引っかかりはするんですけど、まだちょっとこっちは突っ張ってますね。うん。なんで両方ちょっと多分もっと本当開くんですよ。こっちの方で固まってるので、開けないっていうことになってるので、この角度とも上にも上げづらい。ので、この前の方の筋肉の緊張としては強いですね。ちょっと左の骨盤の動き。多分ね、ちょっと怪しいなと思ってたんですよね。さっき聞いた時とか、あとこう、ご自身で動かした時。っていうのが、少しね、右肩が上がりづらくて、ひねった時に、こっちにこうひねるじゃない。その時にこれ反転して、こっち側で、反対の力が加わるんで、その時に、こっちに溜めた可能性あるんですよ。こっちの、補正で、この辺硬くなってるんで、こっち治ってこないと、こっちが治ってこないって可能性があったんで、このパターンかなっていう、感じがしますね。ここで、ちょっとここ詰まってくる感じ。抜けてくると、痛みとしては変わってきそうな感じがしますね。ちょっと今の段階ではですけど、少しこっちの骨盤を支えてあげると動きやすくなるじゃないですか、そうですね、はい、ちょっと動かしやすい感じ、動かしやすい、今痛くなる感じが余計に動く、はい、もしかするとこっち直していくとこっちの方が解放されて本当におかしいところがちょっと浮き出てくる可能性もあるので、調整しながら悪いところちょっと見ていこうかなと思います。はい、はい、じゃあ、施術していきますね、寝た状態ではさほど左右差ないんですけど、肋骨一番の場所ですね。そこは右側がやっぱ硬いんですね。寝てても、肩の動きとしてはそんな悪くないですから、左足はめちゃくちゃ重い。左重くないですか？重いです。左重いですよね。おそらくですけど、反転した時にぐっとこっちの足で踏ん張るので、こう体をこう反らすときに、その時の影響がおそらくあるんじゃないかなっていう感じですね。で、この足の軽さが出てくると、多分こっちの方のひねりがしやすくなるので、痛みとしても良くなってきそうな感じがしますね。こっち側の動きが制限されて引っかかりがあるので、電筋の損傷かなって感じですね。ただここちょっと押さえてると、足もう一回上げてみてもらうと軽くないですか？軽くないですよね。多分ここの電筋の損傷が一つ影響はありそう。2番、3番で補正で硬くなってるので、これが全体のバランス取ってから変わってれば特に問題ないかなっていう感じですね。ちょっと顔触りますね。今も運動されてるんですか？いや、もうやってない。ああ、そうなんですね。結構反応はいいですね。ただ、変化としては。運動してる方だと結構反応早かったりするんですけど、2番は取りましたけど、3番の硬さがちょっと残ってますね。足の重さは変わらないですね。多分全体の硬さという、歪みというよりは、多分電筋の損傷かなって感じですね。1番はね、やっぱ硬いんだよね。で、やっぱ緩むんでね。異常筋かな。大臀筋とか中臀筋ではないんで、ちょっとこの辺の問題ですね。これですね。筋肉に施術するときは結構ね、筋繊維に沿って刺激加えてあげた方が治りが良くて、ただこの筋繊維だとやっぱり離乗筋かなって感じしますね。取れましたね。これで足の軽さが変わってれば、変わりましたね。軽く上がります？OK です。少しね、やっぱり
正常よりは引っかかりがまだあるんで、何かしらもう一箇所くらいありそうな感じがしますね。ちょっと反対のですね、やっぱりこう、反転した時のやっぱり左側とこっちの方で の連動で少しこっちの肩も損傷している部分がありそうな感じですね。うまくこれ機能しないですね。ここですね。二頭筋の長頭ですね。ここに多分腱に深くかかってるんで、少し腱が痛んだのかなって感じですね。まあいいですね。あ、開きますね。あ、大丈夫そうですね。ここまでくればバランスとしては問題なさそう。1番は動いてますから、肋骨です。3番も動きましたね。特に問題ない。まあ、後ろまで行きますね。大丈夫そうです。ちょっとまだ硬さとしてはありますから、まあ、こういうケースの時は、まあ、循環の問題になってくるので、血液流してあげて、固まってた部分があると思うんで、このね、硬さが、今まだ反れないと思うんですけど、整ってれば、あと循環不足なんで、筋肉って、血管がね、中にこうあるので、その毛細血管をこう開いて流してあげる。そうするとこうやって柔らかくなってくるんですね。少しこう、今まで行ききってなかった、まあ、細胞に血液を届けてあげるような主義なんですけど、やってあげると、だいぶ良さそうかな。まあ、そうですね。張りは残る感じですか？さっきみたいにこう、曲げて、ここが痛いとか、そういうのは、なくなった気が。針としてはどの辺に残ってる感じです？そのあたり。右と左がちょっと違う感じです。肩甲骨の位置がね、まだ完全に戻りきってないんで、まあちょっと慢性化した別な問題、これ多分別な問題重なってるんですけど、まあ、ここに問題が起こってから多分こっち負担かかってるんで、単純にもう肩甲骨の、周辺の動きの悪さ。なんか軽くなりました。軽くなりました。二次的なものだと思うんですけど、こう損傷を受けて、でそこで動き悪かったんでこう固まっちゃったっていう感じだと思うので、だいぶ動きやすいとは思うんですけど。そうですか。結局やっぱり左側のものと、まあ、左のこの肩の部分でこっちにこうグッとかかった時に反転しようとした時の問題が残っていたかなって感じですよね。それがあるから、やっぱりこっち側だけ施術しても、なかなか改善してこなかったかなって感じだと思うんで、あとこのまま細かいところに関しては、あと循環良くなってくると変わってくるかなって感じだと思うんで。今動きとか全然違います、ね、ああ、違いますね。なんかそう、鎧が取れた感じが